こんにちは、軽動物医療センター佐野です。今日は犬の飼い方について少しお話ししたいみたいと思います。まあ10分ぐらいで話せる範囲をやっていきたいかなと思います。で、まず犬飼っていく上で、まあ子犬選びから始まるわけですね。飼う時にはまず子犬を見ると、どの子がいいかなと。そうするとポイントは、綺麗な子を飼ってほしい。いや、目が綺麗、鼻が綺麗、口が綺麗、あとはうんちの出るところ、おしっこの出るところ、そこが綺麗な子がいいです。それからあと栄養状態、見た感じと思った感じがまあちょっと明るいなって思う子はダメですね。まあまあ普通かちょっとずっしり、まあちょっとこれはざっくりした言い方ですけども、痩せてない子を飼ってほしいと思います。子犬の選び方、で、まあ買ってきます。そうするとまずそこで最初に考えておいてほしいのは、その子男の子繁殖に使うか、女の子子供を産ませるか産ませないかは、まあ生後6ヶ月ぐらいまでに決めてもらった方がいいと思います。で、もし子供を産ませない、繁殖に使わないということであれば、生後6ヶ月過ぎに避妊手術、去勢手術をした方がいいと思います。なぜいいのか、まず男の子の場合、まあ去勢手術ですけど、まあ生理的なものでいうとマウント、まあ足、まあ足に絡んできてる、まあ腰を振ったりするマウント、結構やりますね、男の子の場合は。だ、そういうのを若いうちに発情してくる前に行っておくと、そういう行為が防げます。それからあとはあと前立腺で、まあ7歳過ぎですけどもね、前立腺の病気、正常なワンちゃんでもやっぱり年齢がいくと前立腺肥大になってきます。で、前立腺肥大になってくると、まあひどくなってきますと、おしっこが出にくくなる、からうんちが平べったくなる、それからこれが運悪く腫瘍化して、前立腺の腫瘍でもほとんど 99% ぐらいがんなんですけども、前立腺がんの予防も若いうちにその男の子去勢手術をするとですね、去勢を手術をすると予防できます。それからまああと病気の話、腫瘍、まあ、今前立腺腫瘍の話をしましたけど、その前立腺の腫瘍とか、あと抗がんの腫瘍、これも抗がんがないわけだから予防できます。そういった意味で、まあ生後6ヶ月過ぎたら去勢手術した方がマウントとか抑えられるし、病気もいろんな病気が予防できると。だから前立腺肥大についてちょっと言っておくと、これ外から見ても分かんないですね。それからさっきおしっこが出にくくなるとか、うんちが平べったくなるとか言いましたけど、それも相当症状が進んでこないと分かる、にくくなってきます。ただ外から見て分かるのは、前立腺肥大になってくる子は肛門があります。で、これがこの肛門が前立腺肥大になる子はものすごく大きくなってきます。肛門が下手ないですけど、まあ、ここまで極端に大きくはならないけど、ちっちゃい時はちっちゃい締まった肛門をしてるわけなんですけど、前立腺肥大で前立腺がここからホルモンが出過ぎちゃうと肛門が大きくなってくる。それからさらにはこの肛門とこの睾丸の間のここの場所を栄陰っていうんですけども、栄陰で、ここの栄陰の筋肉が薄っぺらくなってきますね。7歳以上になって前立腺肥大になる子の場合は、そうするとこの栄陰の筋肉が薄くなったところからお腹の中の臓器が出てきて栄陰ヘルニアという病気にもなります。なかなか栄陰ヘルニア、お腹の中の臓器が出てくる、お腹の中の例えば脂肪が出てきている分には別に問題ないんですけど、例えば膀胱がここに出てきて膨らんできた場合には、
おしっこ詰まっちゃいますね。そうそう、緊急手術しなきゃいけません。それから運悪く腸が小腸とかが出てきちゃった場合にも腸閉塞、腸が詰まってしまうから、これも緊急手術がいります。なかなか大変な手術になりますんで、まあ、そういったことの予防で去勢をした方がいいかなと思います。で続いて女の子、まあ、女の子もやっぱり繁殖する意思がないのであれば避妊手術をした方がいいです。で、まあ、生理的な面、手術すると何がいいのかということなんですけども、生理的な面から話させてもらうと、まあ、生理が当然来なくなります。で、ワンちゃんの生理は、まあ、初回がだいたい生後7から10ヶ月ぐらいで1回目の生理が来ます。で、生理が来ますとですね、ちょっと人間とは違いまして、周期は1ヶ月に1回じゃないです。だいたい周期としたら6から10ヶ月に1回来ます。で、1回来ますと初日が、まあ、生理が来る前ぐらいから陰部が腫れてきます。だからワンちゃんの肛門があって、こう陰部がこうあるとしますと、通常はすごくちっちゃいんですけど、これが4倍ぐらい陰部がものすごく大きく腫れてきます。で、そこから出血が始まるということです。で、出血は最初に1日目2日目3日目がものすごく多いです。それからだんだん日に日に少なくなっていって、まあ、1週間長い子で2週間で出血は止まります。だから正常がそれだということを知っておいてほしい。だから最初多くて1週間経ってもまたさらに増えてくる、それは正常な生理ではないですね。またそういう時は相談してもらったらいいかと思います。で、まあ、こういう生理が、まあ、避妊手術すれば卵巣子宮を取りますので、ストップさせることができます。それからあと病気の面では、まあ、避妊手術をしておくといいのはやっぱり子宮、今言って卵巣子宮を取りますんで、卵巣子宮の病気の予防になります。特にあとこれと乳腺ね、生後1年以内 に卵巣子宮摘出手術を行っていると、この乳腺がんになる確率が相当減ります。 90% ぐらい減ると言われてますね。ちょっと正確な数字はちょっとごめんなさい。でも、まあ90% 以上の確率でこの乳腺がんになるのは予防できるようですね。でまた多いですね、7歳以上のワンちゃんになってくると乳腺にしこりがあるの気がつく場合が多いです。それからあとはこれは外から見ても分かんないけど、子宮の病気で子宮内膜症、それから子宮に膿が溜まってくる子宮蓄膿症、他にも子宮の病気がいろいろあるわけなんですけども、当然取ってありますからこういった病気になりません。で、子宮蓄膿症は割とこれも7歳以上のワンちゃんに多い。特徴は子宮蓄膿症の特徴は大体最終生理が、まあ、生理があって 2,3 ヶ月後に起きてくる場合が多い子宮蓄膿症ですね。それからあと退院多尿、やけに水飲む、やけにおしっこするという症状が出ることが多い。それから開放性子宮蓄膿症ですと陰部からオロというちょっと海っぽいのが出てきます。そうすると分かりやすいですけども、開放性じゃなくて閉鎖性の子宮蓄膿症、要は子宮頸が閉まっているとそういう海オロが出てきませんので、そういう場合はなかなか発見しにくいですね。でもそうなるとかえってワンちゃん自体は子宮蓄膿症で最初のうちは食欲はそこそこ普通にあるわけなんですけど、だんだん落ちてきます。だけど閉鎖性だともう急に
あの中毒症状を起こしますんで、急に食べなくなって吐いたり下痢したりすることもあります。こちらになると手術しなきゃいけないということになりますね。で、まあ、あと卵巣の、まあ、腫瘍とかも予防できると。そういう病的なことのために、まあ生後6ヶ月過ぎたら避妊手術、去勢手術をした方がいいんじゃないかなと思います。とりあえずパート1として、ここまでにします。子犬の選び方、それからワンちゃん飼ったら その子繁殖に使うか使わないかを決めとく。で、6ヶ月過ぎたら繁殖にもし使わないのであれば、男の子は去勢手術、女の子は避妊手術をした方がいいということです。じゃあ後ほどまた続きをお話ししたいと思います。それでは。